出し切るつもりでやった方がいいと思う。あれも別に自分で言い切っちゃって出し切るつもりでやってないとは言わないけど、ナイスウィン、ナイス、あれマジで良かった、絶対パス来ると思った一瞬チラって見えたの、見えてたからオーバーどころして、Low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man. I still go, go, go. 初戦めっちゃボコボコされて、こうなったとこからどうしてるか。すごい角度から決勝戦行ける。入場あるっぽい。決勝戦。To the system, I don't wanna be safe.よろしくお願いします。さあ皆さん、はい、グリップ、イエス、第1回目のチャンピオン、はい、決勝戦、決勝戦始まります。皆さんご準備はよろしいでしょうか。東京クラーケンバーサス10から岐阜、
東京期待されてないな。
ゴールドメダル宣言。さあ、まだ今日は
疲れ様でした。ありがとうございました。ちょっとなんか一人ずつ感想みたいな。じゃあ、あざちゃんから。ジャンでもジョンでもなく、ジュンの足立ジュンでございます。でかっ、でかっ。僕が、ちゃんと銭湯、カットされる。ちゃんと銭湯かね。いやマジで今回思ったのはチームってこう良くなるんだ、まあ、それマジであるっすよね。ねマジである。 YouTuber モードだね。あるよ。まあ多分動画見てくれた方は一番リバウンド頑張ってた。いやそんなことはないっすよ。全員頑張ってたリバウンドは。あでも元気ありがとう。俺もリバウンド頑張ってた。どういうことマジで分かんない。楽しかったっすか。あ、字幕入れておいてください。これ書いたもん。最後のアシックスさんの、アンケートに感想を一言どうぞ。あ、俺みたいな。楽しかったです。楽しかったです。チームとして、個人として全力で限界に挑戦できました。オースって書いてある。オース絶対書いてないじゃん。書いてない。オース書いたっすか。オースは書いてない。でも俺ビックリマーク3個入れたから、それができました。オースビックリや。そういうことね。でも俺ばっかり話すとね、終電なくなっちゃうから。ちょっと次にオースします。はい。まあ、キーちゃん、イスイちゃん。ゃんまあでも一番こう。ガードとして引っ張ってくる。めっちゃコントロールしてる。マジで。めちゃめちゃコントロールしてる。いや安定してます。踏みたいよ。カメラ向かってください。ね。また来年もあったら。ね。ぜひ。それアンケート書いた？来年もあったら参加したいですか？あもう絶対参加したいよ、ここに。楽しかったです。まあ、初めましても確かにだから始まったりとかもしたんですけど楽しくやらせていただいて、はい、もちろんファールとかでメールかけたんですけど決勝まで行けてありがとうございました。ありがとうございました。次の部分はもう初めましてとは言わせないぜ。デューずっと突っ込んでくる。いやねやっぱね関西強い。マジで強かったけど、まあ、ちょっとシビアやけどボーラーホリックチームボーラーホリックが負けて関東が今では2チームしかいなくてで4チーム関西が4の俺ら2だって、うん、で関東2関東2関東4関東2何言ってんすか。違う分かりづらいからもういいよ、まあ、今この全 B で関東4、関東2の6チームで争ったわけで なんでレギュラーチーム争ったわけでけすレギュラーチームえ、あれっすかあの売れないアイドルっすかめちゃくちゃつぶやく売れないアイドルだろつぶやと残そうとしてる頑張ってうわ、自分のチャンネルだからって俺が頑張ったらつぶやとだってお前オスしてるぞ、それはチームボーラーホリックが負けて、いや、一層俺らもせっかく残ったならやらないといけないっていうのも、このチームでできるだけ爪痕残したい気持ちで、まあ、大阪挑んだけど、あの大阪のメンツ全員、そのイベントごとあのメンツ行ってるんですよ、多分。もうチームなんだよ。チームなんだよ、結局。でも、張り合えるとこは張り合えてたから。最近ちょっと喋り慣れてきてるリフト。フレキシブル、フレキシブル言ってんすよ。フレキシブルめちゃめちゃ。いやだけどね、このチームでもっと練習していったら絶対勝てるんだよ。ほんまに。お、絶対勝てる。もう各々のなんか課題が見つかったりとか、まあ成功体験ってのはある意味違うチーム同士でやって生まれてるから、まあそこは各々のねチームで変換できていったらいいと思うんだ。はい、ほんまに楽しかったです。いやー、ししろ。やばい。オースだよ。でかっオースだよ。でかでかありがとう。え、俺ごとやばい、お疲れした。なんげでしょ。なんか、結構試合、前日練習とか練習試合とかぶっちゃ結構不安だったんですよ。なんか、すごいこう、やりきった感というか悔しかったですけど、楽しかったですでもなんか、やっぱ思ったよりこうレベルも高くて
で、なんかそのバブルスとか、もうみんな全クラとか、なんかそういうところで活躍してるチームになんか勝って決勝まで行ったのも、まあ、このメンバーだったからだと思うし、まあ、ちょっとでもこの動画でこうなんかバス熱いバスケを見てこう感化されたとかいう人いたらぜひコメントとか高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。夜行バスで帰ります。お疲れでした。コメント、高評価、チャンネル登録押すしてください。押すです。やば。そこも今